では今から購入品の紹介をしたいと思います。先ほどスーパーマーケットでですね、日用品を買ってきたので紹介します。まず最初にではピザを買ってきました。まだオーブンの使い方がわからないんですけど、家にオーブンがあるのでオーブンを使うのにトライしてみようと思います。かなり大きいオーブンで、映画で見るような大きいオーブンで、ちょっと使い方を大家さんに教わったんですけど、ちょっとまだわからないのでこれを焼きながら覚えようかなと思います。はい、ちょっとこれ溶けてしまいそうなので先にちょっと冷凍庫に入れてきます。で一応今仮住まいなので他の方もいるので自分の名前を書いて冷凍庫にしまいに行きたいと思います。で今のチーズピッツァは1ポンドです。今1ポンドが 153. 点いくらとかなので、まあ1枚153円ですね。でお水を買ってきました。これ2リットル2本です。昨日500ミリを6本買ったんですけど、2リットルの方が安いと思ったので今日は2リットル買ってきました。で5リットル1本でも良かったんですけど、前の人がですね5リットルを買ってていいかなとも思ったんですけど、ちょっと重かったのといろいろ買いたいものがあったので2リットルに今日はしました。こちらのお水のお値段はですね、これは1本 0.35 円ですね。あ、違う。1本 0.35 ポンドなので35ペンスです。だいたいお水2本、2リットル2本で107円ですね。で、今度はジュースを2本買ってきました。これは多分ブルーベリージュースと、これはフルーツジュースですね。桃とかベリーとか入ってるんだと思うんですけど。で、これは1本2ポンドなので300円2つですね。あ、そう、これ2つ、1本2ポンドなんですけど、2つ買うと3ポンドだったので、はい、2つで3ポンドです。で、もう少し大きいサイズで、安い料金のがあったんですけど、味が合わなくて、もし捨てることになってしまったら嫌だなと思ったので、とりあえず今日は、小さいサイズ、これ1リットルなんですけど、1リットルのサイズで2種類買ってみました。飲めるもの、口に合うものを探してから大きいものを買いたいなと思ってます。なんでいろいろ味を試してみようと思ってます。ファンタとか大きいサイズ、ファンタとか味がわかると思うんですけど、ファンタを買ってもよかったんですけど、いろいろ味を知りたいので、はい、2種類今日は買ってみました。でフルーツですね。フルーツを今日は2つ買いました。これなんかフルーツは安心する味というか、昨日の夜買って今朝朝ごはんで食べたんですけど、フルーツは味が変わらないので日本の味と普通に美味しく食べれるなと思ったんで、今日もフルーツを買いました。昨日サラダボウルみたいな大きいサラダボウルを買ったんですけど、ちょっと美味しいんですけど食べきれなかったのと、ちょっと慣れない味だったんで、慣れない味というか食感がですねちょっと硬くって、サラダっていう感じがしなかったので、でもフルーツは食べれるなと思ったんでフルーツを買ってみました。でスコーンがちょっと食べたかったんで買ったんですけど、2種類、こっちがプレーンのスコーンで、これが4つのチェリーと4つチェリーが入ったものを2種類買いました。ここに書いてあるんですけど2 for 1ポンド、まあ2つで1ポンドなので、ちょっと1つの箱に4つ入ってるんですけど、それでも多いなって思ったんですけど、まあ1ポンド、2つで1ポンドだったんで2つ買いました。1個だと75ペンスだったんで、まあ2つ買った方がお得ですよね。で賞味期限も結構1ヶ月ぐらい持つような感じで長かったんで、まあ2つ買いました。あとは牛乳を今日は買いました。でなんかイギリスの牛乳っていろいろ3種類ぐらいあるのかな、3種類ぐらいだと思うんですけど、ホールミルク、セミスキムドミルクと、あと低脂肪のちょっとなんて書いてあるか忘れたんですけど、低脂肪の牛乳があって、まあ、日本でよく飲んでるのが、まあ、セミミルクってセミスキムドミルクだっていうのをネットで調べてあったので、これを買いました。ホールミルクもいずれ買ってチャレンジしてみようと思うんですけど、今日は重かったのでこちらのミルクだけを買いました。で2パインツなので 1.136 リットルだそうです。 1.136 リットル、1パインツで良かったんですけど、このセミスキムドミルク、これの1パイントが売り切れてたので2パイント買いました。でこちらの値段が 0.89 なので89ペンスですね。110円ぐらいですか。このフルーツは値段が 1.5 ポンドです。1個 1.5 ポンドで300g 入ってます。なのでまあフルーツはそんなにめっちゃ安いというわけじゃないんですけど、美味しかったのでちょっとビタミンも取りたいしっていうことでフルーツを買いました。ちょっと野菜があまりいいなと思わなかったので今日はフルーツを2つ買っております。ということで冷蔵庫に入れていきます。